今日は前回に引き続きミニマムキャンプになります。こんにちは、モーリーファミリー、よっちゃんとさっちゃんです。なんと滋賀県です。で、滋賀県で琵琶湖の近くなんですけど、中津吉川公園っていうところです。ここ大きい広い公園になってて、バーベキューやったりキャンプがちょっとできるっていうことですので、本日はお世話になります。お世話になります。やな、うん、びしょびしょですね、手がに。びしょびしょですな、お主。じしようとしたらやっぱり時間がかかりますね。1時20分ぐらいに設営開始して、今2時間近く。
この公園内散策しようと思います。眠くなってきたってさ。こんばんは、怪しい子です。あ、寒い。にならねえ。え、はい、これ何ですか。応援ポンチョ。お、いいね、ポンチョ。どうですかね。確かコットンでしたっけ。はい、コットンです。買ったんです。買ってもらったんです、はい、どうですか。いや、似合ってるね。初使用なんですが、焚き火しません。
いや、照らし方間違ってる。大丈夫か。そうですちょっとね、あのベスティの、そうそう、忘れ物を取りに行ってました。何しね、あのここカサギじゃないわ、アッコと一緒でね、あの距離があるんです。そう、乗り入れできひんからね。そうそうそう、あ、ライト出してたらさ、すっごい目が痛くなった。せや直射はまずい。直射まずい。コンソメだ。ステーキです。じゃあどっちからしようか。ポトフ開ける？うん、いいよ。なんか餅が入ってる。そうなんです。豚肉、切れてないです。これで何本やった？今日はちょっと飲まないつもりでいたんですけど、1本だけ飲みます。飲まない。ほら、お肉があるからね。そして飲まないつもりでいてたんで、ちょっと氷もなしですが、うまっ、うまっ。パン、マ
泊内で灯油ストーブを使う便利さはこういうところ。パンも焼けるし、餅も焼けるし、煮物も作れるし、そして部屋もあったかいし、ぺちゃん気持ちよさそうやし、いやよかったよかった感じで。ペティとストーブとパン、なんでもありかって感じ。絵になるね。微動なりもしないんですけど。見てます？撮れてます？一応。どういう状況なんです？その寝方って誰に教えてもらったんぽは？ん？この前のあれやな、神社のお参りで把握してんの。マジで？てっちゃんのこの犬らしい寝方で見てみ。この後多分仰向けになるけど、これが犬らしいと思うね。って言いながら多分。これが犬らしい寝方。肩や。おいおい。なんだこれ。どこに巻いてるんですか。はい、どうぞ。ペティ。おて。最高。ペティおかわり。ちょそうおかわり、ないねないね、よだれがやばい。ペティー、あご、うん、行こう、待って、ポワー、お座りして、パラお座りして、そう行こう、賢いね。はい、じゃあ2人ともよし。はい、だだだよし。じゃあさ、いつもさ自分で食べないじゃん、あんまり。自分で食べよう。はい、ここにあるから。お座りして。ペティ、お座り。座って食べよう、座って。そう。えらい。ちょ、ポイちゃん、はい。すげえ、ポイちゃん。相変わらず。対照的なんですけど。やべえ。ペティ、食べた。うん、ごちそうさま。ぽちゃんの食べたらあかんよ。食え。はい。違う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 。おい。